を離れてウィーンにいます。これが最後のチャンスと思い手紙を書きます。ウィーンの秋が美しいことを分かっていて、私は一人ウィーンに来ています。夢うつつ歩き、聞こえる三拍子、踊る二つの影帽子、ウィーンは美しいわ。すれ違いの手紙でも来てほしくないの。一人と自由が好き、平気よあなたがいなくても。オーストリアの夫人の館を借りました。部屋を彩る赤と黄色のカーテン、窓越しに見える美しい教会、夜の帳が色濃くなる頃パノラマが開く。友達に会ったわ。あれこれ詮索はしなかったけれども、一人でいる私を見て戸惑っていたわ。私は散歩します、とても心地いいの。ララでしょう。読み書きの繰り返し、秋の夜は長いわ。一人寝の寂しさに襲われて枕を濡らしたわ。紙を書きます。黙って去った私のこと許してください。パリとの距離はかなりあるけれど、目に見えない糸で二人は結ばれていたわ。今夜の12時にあなた迎えに来て、胸に飛び込み秋の夜長をあなたと過ごしたい。素敵なウィーン。